えー、今回はですね。まあ、大きな苦難を人間の手でね。まあ、人間の力で解決するのはまあ、無理ってことです。まあ、これは自分の概要欄を読んでいただければ分かりますけども、もうね。人間の手でこの大きな苦難を解決することはもうね。無理なんです。つまりもうね。高次元とのコミュニケーションをしっかりとって、高次元を味方につけない限りもうね。この大きな苦難を乗り切ることはもう無理ってことなんですね。まあ、これははっきり言っておきます。 例えば、にがいおむの方でまあいろいろな情報が多分発信されてると思います。まあ、その中にはまあ極端な、まあ、救済策もあるかもしれません。まあ、実際ね、もう自分、にがいおむの方はもう完全無視してるんで、まあ、まあ聞こえてくる部分もありますけども、もうこういったのはもう完全に無視してます。まあ、動画とかね、まあ、あと情報とか、そういったのはもう完全に無視してます。でも結局ね もうあーだこうだここその人間が言ったところでですよ創造物の人間がああだこうだとまあ救済策がどうとか言ったところで結局ね人間の力でででね解決すすることは無理なんですでじゃあどうしたらいいかってなると5つのことをしっかりやっていただいて、まあ、当然高次元とのコミュニケーションをねしっかりとっていただいて、まあ、選別者になるこれしかないんです。あのー、で解決するのはまあ高次元と、まあ、大牧者牧者 そしてまあ、ね、勇者と呼ばれるものをはじめ、まあ、もう役割が決まってますですからもうね人間がどうだこうだっていったところでもうね解決できないんですもうこれだけではっきり言っておきますでその解決できないことに対してじゃあどうしたらいいかっていうことの救済策は5つのことをやることなんですもうその中にはこの高次元とのコミュニケーションというのは入ってますとにかくもう一人一人が個人的にですよ まあ高次元つまりヤファへとつながるってことが必要ってなるんですね。でも結局他のですね例えば救済策を出したとしてもですよ、まあ、高次元とつながらないと。そうなった場合にもうね、滅びしかないんです。もうね、正直言うとね、もう滅びしかないんです。今このあるね、地上にあるその全てが、まあ、燃え尽きてなくなってしまうってことなんですよ。まあ、これはまあ、バイブルにも書いてあります。まあ、実際ね、まあ、大きな船に入った時は、もうね、 あの人間の力で、まあ、どうにもできないんでもうねもう滅びを待つしかなないってことなんで,す、ね、でもその中でその選別者とか、まあ、牧者になられる方っていうのは、まあ、当然助かるわけです、まあ、助かりますし、まあ、役割があります牧者はやっぱりその選別者をただ、ね、あの正しい方向に導く、まあ、助けるっていう方法がありますし、まあ、当然最後の最後まで,です、ね、働きます。 ですからそれができるっていうのはやっぱりね牧者になる方たちだけなんですねで本当にね人間の力で何とかできるんだったらその救済策の中に今、まあ、例えば高次元の救済策の中にその人間の力で何とかできるその方法論っていうのがあると思うんですけども、まあ、そういったのはないです、まあ、とにかく今できることっていうのは5つのことだけですですからこの5つのことをしっかりやってる方だけが助かるってことなんですよで,でも、 皆さん分かってないあのもう何とかなるであろうととにかく優秀な方がね何とかしてくれるとか、まあ、そういったことを考えているかもしれませんけども結局もう無理なんですもうねこの点だけははっきり言っておきますもうとにかくもう時間が限られてますまあその中でもう本当のね真の救済策は何かって言ったらもうこの5つのことを実践することだけなんですねとにかくもう高次元とコミュニケーションをしっかりとっていただいて個人がね まあヤファーとつながってください。もうそれがね、もうメッセンジャーとして願ってます。でもう本当にね、ある程度の武装という点でも、もう武器の購入はもう本当にね、早めにお願いいたします。本当にね、もう武器の方の購入がちょっと難しくなってきてます。とにかくあのー、その点だけよろしくお願いいたします。あのー、本当にね、何度も繰り返しますけども、人間の力でなんとかなるんだったら、そう人間の力でなんとかなるように救済策も出るはずですけども。 もうそこにはねもう無理ってことなんですとにかく高次元とつながるしかないってことなんですねだからヤファエと個人的につながらない限りはこの大きな苦難を生きて通過することっていうのはまあ無理って言っておきますですからほとんどの方が助からないうんこの点だけはね本当にそうやって言っておきますですから是非5つのことを実践してくださいえこの点だけは本当によろしくお願いいたしますそして特に高次元とのコミュニケーションを力を入れていただければと思ってますねえ 今回は以上です。ありがとうございました。